こんにちは、マジカルエミリーです。はい、今日はねステージのお話をしようと思います。ステージね、ステージが上がる時ってね、必然的にねサインがね実はあるの、皆さんご存知でしたか？ステージがね上がる時にどんなサインが出るのっていうことをね、今日はお話ししていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。はいね、今日はね9月30日、9月一番最後の日になるんですけれども、皆さんこの9月いかがでしたでしょうかね。激動の9月だったと思います。去年の9月もね激動だったんだけども、今年の9月もね、まあ激しい激動の月だったというふうに私は感じています。いろんなことがね皆さん起こった方もいらっしゃると思いますよ。なんか全てね全部変わっちゃったっていうふうにね思う人もいるかもしれないし、こういいことばっかりすごくね続いたとかね、またはねなんかね急に動けなくなっちゃったとかっていう人もいるかもしれないね。いろんなことをね感じたこの9月だったと思うんですけれども、いろんな形で皆さんにサインをね、メッセンジャーがスピリットたちがね送ってきてくれたんだと思います。でも今日はねこんな中でもねステージをね上がっていく時のサインは何なのということでお話ししていくので、その時に感じ取ったあなたの動きっていうのはなんかね急に動けなくなっちゃったとかね、なんかこうやる気が出なくなっちゃったとか、気力が抜けちゃったとか、今までそうじゃなかったのに急にそんなになっちゃったっていうのがね、次のステージアップをする方へのサインになります。そういう風に感じていらっしゃる方いらっしゃらないですか？単なるねこのやっぱ夏暑かったので、秋急に今ね涼しくなってきたから、そういうなんか疲れが出ちゃったのかななんて思っている方もいるかもしれないんだけど、それもね一理あるかもしれないけども、その中にはやっぱステージの関係もあるっていう風に感じてもらえたら嬉しいなと思いますね。そういったところの考え方も持っていったらね、もっともっと楽しい人生になると思いますよ。はいね、急にねなんか気力がなくなっちゃった人で、精力的に今までね活発に動いていた人がなんかここ急にねやる気がなくなっちゃって、何したらいいのかわからなくなっちゃったとかね、方向性が見えなくなっちゃったとか、動けなくなっちゃったっていう方ね、次のねステージへ行く前のね準備だというふうにね思ってください。これサインだっていうふうにね思っていただけたらね、すごく気持ちがね軽くなるかなと思うので、なんかなんでかなって、こういつも動いてる人って動けなくなるとね、とてもね思考がネガティブになってきてしまうんですよね。なのでマイナスの方にいろんなことを考えていて思い込んでいってしまうってことをするんですけども、そうじゃないっていうことをね分かっていただけると嬉しいですね。で次のステージへ行くための準備期間だっていうふうに思ってください。で次に行ける、これはチャンスなんだっていうふうにちょっと切り替えをしてほしいんですよね。でいつもポジティブシンキングでいていただきたいね。どうしても私たち人間の動物っていうのはね、ネガティブな思考に何かあるとね走りがちになってしまうんですよね。自分で自分のそのネガティブ要素を作り出してしまうっていうのがね、これ得意分野の動物にはなるんですけれども、これはね今そういう感情というかそういう状態にあるあなたであれば、次のステージに行けるんだっていう自分に言い聞かせること、ステージアップのサインだっていう風にね自分がそれを受け止めて受容することが大事ですね。落ち込んだりとか考えたりとかなんかくよくよしたりしないで、これは充電の期間だっていう風に思ってください。ちょうどねこう秋になってきたから、なんとなく秋風が吹いてきて過ごしやすくなってきていますよね。だからこう、感じ方とするとね、こう12月の年の瀬に近づいていくような雰囲気がもう今醸し出されていると思うんですよ。まあ、これはね日本のすごくいいところの四季があるから、春夏秋冬ってね、その季節の変わり目っていうところで四季を感じながらっていうところで、その自分の感情をねそこにあんまり乗せないでほしいんですよね。春にはねすんごい綺麗なね花が咲いてきたりしますよね。その前にはやっぱりねその前の年この秋
秋にはね、いろんなものの実りを収穫をする時期ではあるんですよね。収穫した後っていうのはまた次にね、綺麗な花を咲かせる収穫、穀物とかを得るためには、その畑って寝かせてあげる必要がありますよね。栄養をね、いっぱい土壌をこう豊かにして、で春に大きな、ね、花を咲かせて、またそこで実を作ってね、秋に収穫をするっていうのは、これがね、一連の人生の流れというふうに思っていただければ、あんまりくよくよしないのかなって思います。だからちょうどね、今刈り取った時期だから、今度冬眠に入るっていうような感覚でエネルギー調整をね、自分でしていってるタイミングっていうふうに考えてほしいんですよね。このね、秋からね、こう冬にかけて太くね、長くってしっかりしたぶれない根っこをね、自分の中で作っていく蓄えの時期、根っこを生やす時期だっていう風に思ってください。その栄養をいっぱいつけて、今度春になったら芽をね、出してきてくれますよね。で、芽を出したら今度そこから大きな大輪のね、花が咲いてきますね。そこから葉っぱとかいろんな綺麗なグリーンがあったりして、またね、秋にはね、葉っぱが落ちてね、また秋冬っていう風に、この繰り返しのことをやっているこの人生なんですよね。なんで今ね、気力がないとか、なんか落ち込んじゃってるとか、やる気が出ないっていう方はね、ステージアップの時期だっていう風に思っていただきたいと思います。だから落ち込まないね、気にしないように、自分をポジティブな考えで、思考でマインドでいることが大事ですね。なんでね、そうやって気力が出ないとかね、落ち込んでしまうのかっていうと、今までね、あなたがしてきた経験とかね、経験値だったりとか、価値観っていうのをね、次のステップアップするステージに行くためにはね、全部ね、こう入れ替えをしていく必要があるんですよ。エネルギーの入れ替え、上に行くための。だから何もしていないようだけども、実は体の中でいろんなことがされているんですよ。だから何もしなくてもちょっと疲れちゃうっていうところもあるし、自分のマインドみたいなものが決まらないから動けないんですよね。エネルギーが決まっていないから、どっと方向性に自分が行っていいのかっていうことで動けなくなっちゃうのと、あと動いている、自分は動かされてないんだけど中が動いてるから、普通に自然に疲れちゃうんですよね。だからなんかやる気が出なくなっちゃったりとか、そういう風にエネルギーがなってしまっているんです。これね、自然のこと、ね、誰しも人間はね、こうバリ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 精力的にね、動いて働いていたいと思うと思います。だけどやっぱりそうするためにはね、準備が必要っていうこと、準備をする時間を要する、時間が必要、今あなたには時間が必要ですよっていうことだから、次のステージに行くまでにね、ちょっと休養っていうわけではないんだけども、自分を解放する時間だっていうふうに思ってください。でそんなこと言ってもね、精力的に今まで動いてきている人がね、やる気なくて気力なくて何もしなくていいのっていうことになってしまうんですけれども、私のね、経験からだと、やっぱり気持ちを落ち着けることっていうのがね、この時期はね、今のそういう気持ちの方には大事かなと思うので、おすすめはね、瞑想をすることですね。別に長い時間やる必要なくて、やっぱり自分の内側に向き合って、自分の内側のエネルギーを認めるっていうことをするといいと思うんですよね。まあ、今ねちょっとお話ししたように、ステージを上げるための期間だっていうことを自分で納得をして、その内側の中で認めることをして、自分の心を落ち着かせていくっていうことを瞑想の中でしていくと、落ち着いてくると思います。いろんな瞑想のね、仕方があると思うので、皆さんがなんとなくピッてくるような瞑想、長くなくてもいいので、ちょっとモヤモヤする気持ちがどうしても落ち着かないとか、何も本当にどうしたらいいか分からないって時には、ちょっと瞑想をしてみてください。それをね、習慣的にちょっと毎朝ね、1週間とかでもしていくと、だいぶ気持ちも落ち着いてくると思いますので、瞑想してみてください。あとはね、ジョーカーもいいですね。自分が好きなところに行く、行ってみたいところに行くっていうこと、自分の気持ちが軽くなる方法を取るんですよね。あとこう、政治を使ったり、私なんかは政治を使って
で自分で浄化をしたりとか、あとエッセンシャルオイルっていうのも使って香りで癒されて浄化をする方法を取ったりとかもしていますので、皆さんに合った浄化方法ってあると思います。何でもいいので気持ちが落ち着くすっきりするような浄化方法で浄化をしてみてください。あとはね、運動することもねおすすめです。そんなに、ね、一生懸命走るとかなんかジムに行くとかね、そういうことでもなくって、簡単にできるねウォーキングでいいんですよね。とりあえず体を動かすっていうことをしてみてくださいね。大量になんか汗をかくまでね運動しなきゃいけないのかって、そうじゃなくってじんわりかくような汗でもいいから、とりあえず汗をちょっとかけたかなぐらいまでのウォーキングでいいと思います。30分ぐらいとかね歩くだけでも結構ねじんわり汗はかいてきます。やっぱりその汗ってね、デトックスって言われますよね。デトックスすること大事ですね。物理的に汗を出して体内のデトックスをする方法っていうのもとてもおすすめです、ね、そんなにね気力がなくて落ち込んでるのにね瞑想だの浄化だのなんてやってられないわよって思うかもしれないんだけどもね、こうなった時にはえいやと思った勢いでねやることが大事ね。いつまでもそう思ってても何も始まらないからね、少しでも自分を軽くね、落ち着いた自分を取り戻すための方法なので、思い越しをね持ち上げてよしやってみるかっていうので、ちょっとどっちでもいいし、なんか他に方法がねやってみたいものがあったらやってみるっていうこと、今の状態から抜け出す少しでも気持ちをすると楽な時間が過ごせると思います。今その蓄えの時期だからあんまり激しく動くことをしてもあんまり成果が出てこないからね、余計に落ち込んじゃうと思うので、落ち込まないような気持ちにしていくためには何をしたらいいのかなっていう方法、自分が明るくなれるとか気持ちが軽くなれるような方法は何かなってことをしてみてください。あとねもう一つあった、なんかね感動するといいと思います。なんか場面に感動をする、映画を見るでもいいし、なんかそのね素敵な本を読書をするでもいいです。感動するとね人ってね自然に涙がね出てくると思うんですよね。涙ってやっぱり心の汗とも言います。これもやっぱりデトックスになるので、心がねとっても涙をかいた後、涙をかいたじゃん、それ汗をかいた、涙を流した後ってすっきりすると思いますので、なんか感動するようなものを自分の心にね響かせてあげる、そして涙を流すっていうこともおすすめです。さっきねその行きたいところに行くっていう風に方法の一つとしても言ったと思うんですけれども、やっぱりその外側にいろんなことを向けていくっていうこと、中にいていろいろ考え、中にいるといろいろ考えちゃうからね、考えちゃうとこうネガティブな方になんか自分の意識を持っていって思考も持っていってしまうことをするので、今度外にそういう時にはね向けていくこと、これがねいいと思いますよ。何でもいいので、外に行って遊びに行くでもいいし、用事がなくても外を歩くとかでもいいので、そうしている中でねなんかねポッと目に留まったりね、何か立ち止まったところで自分のその今くよくよというか気力が出ないことに対してねヒントが見つかったりも必ずします。それはねちゃんと皆さんのねハイヤーセルフとかいろんなお守りしてくださっているねスピリットたちがねちゃんと連れてってくれるので、そういう落ち込んでいる時とかはなんか表にねいろんなことをね外側に向けていこうっていうことも大事になってくるので、お家にいることもいいんだけども、外にね自分のエネルギーを向けていくこともこの時期は大事になってきます。はい、ということでね、ステージが上がる人のサインっていうことで、やる気が出ないとか気力が出ない方についてどういうふうにしていったらいいのかなってことを、まあ私の経験もね含めた上でお話をさせていただきました。いずれにしても今ね成長している時期、蓄えの時期だっていうことなので、ちょっとの我慢ですね、これを自分のこの我慢の時期をね気持ちいい状態で落ち着いて過ごせるようにしたらどうしたらいいのかなっていうことを考えて行動をされてみてください。
そしてね、次の自分の新しいステージでのね、自分のエネルギーの形っていうのが決まるまでの期間だと思ってね、やっぱりちょっと疲れちゃったりもするかもしれないけども、外に向けていくっていうこと、そこからメッセージとかね、いろんななんか目印みたいなものが見つかるかもしれないので、それをね、キャッチしながらね、時間を過ごしていってください。はい、ありがとうございました。ポイントはね、瞑想、浄化、そして外側に向けていくということになりますね。そうですね、浄化といえばね、今特別企画でやっています。満月前の3日間の3回できる浄化というのをしていますね。これね、やる気が出ないとか、ね、今ちょっとそういうなんかこう気力が出ないっていう方はぜひねチェックしていただきたいんですけれども、10月の10日のね、満月前の3日間、7、8、9、3日間かけてね、3回浄化をしていきます。連続でするのでね、結構ねこれ効果的かなっていうふうに思っていますので、まあそういう方でなくても、ちょっと私今溜まっちゃってるかなっていう方はぜひねされてみることもいいと思いますよ。すっきり浄化した後に、やっぱ満月パワーって大きなもので、いいエネルギーだから、それを入れるためにやっぱり自分のね、体と心の中に隙間を作っておく、そのために浄化をしていくんですよね。いつもクリーンエネルギーでいることっていうのはとても大事なことになります。満月の前だけじゃなくてね、いつも浄化をして綺麗にいることっていうのは大事になるので、今回は特別企画でやっていますが、もしね気になる方はね、 URL 貼っておきます、説明欄の方に。ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。じゃあまた皆さん来週お会いいたしましょう。マジカルエミリーでした。